研究開発室なんて我が社のお荷物だ。会議室に米倉部長の罵声が響く。恒例の月初の社内会議で米倉部長が俺たちをやり玉にあげるようになって早2年。俺は独立するタイミングを図っていた。俺の名前は枝島宗司。研究開発室の室長をしている。俺が勤めるのはそこそこ大きい食品加工の会社だ。特にアイスクリームや氷菓を得意とし、全国各地のスーパーや土産物店に商品を卸している。俺は名前をもじってエジソン室長と呼ばれていた。俺が今の会社に転職したのは10年ほど前。給料は減ったが、やりたいことをやれるようになったし、別の収入があるから、おおむね満足していた。風向きが変わり出したのは3年前。違う食品会社で修行中だった社長の長男が、副社長として会社に戻ってきた時からだ。俺はある日、社長室に呼び出された。エジソン室長、君に大切な頼みがある。アイスクリームの新商品開発だ。もうすでにある程度の方向性は決まっているんだ。社長はそう言って俺に極秘のプロジェクトを持ちかけてきた。これは息子のためでね。私の息子というだけで次期社長だと、なかなか他の社員たちも受け入れがたいだろ。入社と同時に息子が大ヒット商品を作れば、社員たちも息子を後継者として喜んで迎えてくれるんじゃないかと考えてね。そうですね。いいんじゃないでしょうか。社長の言葉に俺もうなずく。そこでだ、エジソン室長。みんなを驚かせたいから、僕のアイデアだということは伏せてほしい。まずは研究開発室の発案で開発。発売後に種明かししたいんだ。副社長はいたずらっぽく言って笑う。大ヒット商品ができれば業績もアップ。従業員の給料もアップ。臨時ボーナスも出せるかもしれないぞ。臨時ボーナスは嬉しい。それでどんなアイディアを考えているんですか？副社長はニコニコしながら、ナポリタンだよと答えた。一瞬頭が真っ白になった。俺は頭をフル回転させる。ナポリタン？ああ、わかった。三色アイスってことですよね。さっきアイスクリームの新商品だって言っていましたもんね。実は、ナポリタンは日本発祥のスパゲティで、海外のナポリタンとはチョコレート、ストロベリー、バニラの3種類を並べたものを指す。俺は世界のアイスクリームも研究しているから知っていた。ところが副社長は、いや違うよ、スパゲティのナポリタン味だ。どこもやっていないし面白いだろ。大ヒット間違いなしだと言う。え、本当に本気ですか？得意げな副社長の態度に俺は真顔になった。私も最初は驚いたが、斬新なアイデアだろう。私ではこんなアイデアは出てこない。今はネットの時代だし、きっと面白がって買う人はいるはずだ。社長と副社長がやる気なのに俺が止められるわけがない。俺も研究開発室の部下たちも絶対売れないだろうなぁと思いつつ商品を開発。社内の発表時点で案の定営業部や他の部署から売れるはずがない、何を考えているんだと大ブーイングだったが、社長と副社長がせっかく作ったんだから研究開発室を信じようとゴリ押しして販売した。副社長は自分のアイディアだとは一切口に出さなかった。
予想通りというか、当然売れない。それどころかびっくりするほどの大赤字になって、この年のボーナスは全社員がカットされた。さらに俺は副社長から呼び出され、僕のアイデアじゃなくてお前たちが独断でしたことにしてくれ、絶対に秘密にするんだぞ、分かっているな、と言われた。この時から俺はこの社長親子が好きじゃない。営業部の米倉部長はボーナスカットのせいで欲しかった車が買えなくなって、あからさまに俺を敵視するようになった。何がエジソン室長だ、たかだか高卒のくせに調子に乗りやがって。すれ違いざまに毒づかれることはしょっちゅうだし、恒例の月初の社内会議ではとにかく難癖をつけてくる。米倉部長がそんな調子だから周りも真似をして嫌がらせをしてくる。俺は退職を考えたが、部下たちのために我慢していた。そしてまた月初会議の日がやってきた。米倉部長がとんでもない爆弾発言をしたのだ。研究開発室をなくしましょう。俺は頭が真っ白になる。なんでいきなりそんな話を。なんでって、お前たちのせいで大失敗をしてきたじゃないか。ナポリタン味のアイスクリームなんてとんでもないもの作りやがって。米倉部長は俺を睨むとコホンと咳払いをする。周りを見回して大きな声で、皆さん聞いてください、すでにうちでは大人気商品シリーズがいくつもあります。しばらくは商品開発より販路開拓に努めた方が利益が上がるはずです、と説明しだした。このシリーズが売れなくなったら、また新たに研究開発を開始すればいいんです。研究開発室なんて人件費ばかりかかるんだよ。会社に損失しか生まない部署はいらないんだ。米倉部長はちらっと俺を見る。エジソン室長と呼ばれ調子に乗っているこの男はただの高卒です。研究開発だってこいつより優秀な人間に任せた方が間違いない。他の社員たちは黙って聞いていた。中にはうんうんとうなずいている社員もいる。俺はじっと社長と副社長を見つめた。社長と副社長は俺から視線をそらし、難しい顔をして黙り込んでいる。米倉部長は続ける。実は私、業界最大手の営業ノウハウを持った有能な人物を引き抜いてきたんです。大学院卒の24歳の若者ですよ。彼から大手の営業について学べば、売り上げが上がって利益が出るはずです。一部から、すごいと声が上がったが、もうすでに随分と根回しが済んでいるようで、全く驚いていない様子の社員もいた。そのエリートに販路開拓してもらえれば業績が持ち直すかもしれないな。確かに今は金にならない開発よりも、すでにある商品の販売の方が大事だ。米倉部長に賛同するような声が上がり、パチパチと拍手の音も響く。米倉部長はすっかり気を良くして、だから皆さん、高卒の出来損ないはクビにしましょう、と叫んだ。さすがに言い過ぎだからか、一瞬会議室は静まり返る。俺の前で米倉部長のセリフに賛成する社員はいなかったが、反対する社員もいなかった。いいんですか？俺は静かに口を開き、社長を見据えた。社長が答える前に米倉部長が、当たり前だ、これからは大企業から引き抜いたエリートを使うわ、と言って俺を見下すように笑う。俺は米倉部長に構わず、研究開発室をなくしていいんですか？
俺の首を切って本当にいいんですか?と繰り返した。俺の雰囲気に飲まれ、周りは誰も喋らない。社長は歯切れ悪く、エジソン室長には悪いが、米倉部長の言うことも一理ある。今は開発より販売に力を入れた方がいいと思うんだ。と答えた。副社長も同じ意見ですか?俺が聞くと、副社長は社長と違ってはっきりと。僕も米倉部長の言う通りだと思う。研究開発は必要になったら外注してもいいんだし。エジソン室長は高卒なんだってね。高卒の君には研究開発なんて重大な仕事は荷が重いだろ?と言ったのだ。そしてどこかほっとしたような顔をした。社長も副社長もこうおっしゃっているぞ。ニヤニヤと米倉部長が笑う。俺の中で覚悟が決まった。社長も副社長もナポリタン味のアイスクリームの件を黙ったまま、俺を厄介払いしようとしているのだ。もしここで社長か副社長が俺をかばってくれたら、穏便に済ませようと思った。でも二人が俺を切り捨てるなら容赦しない。俺は、今まで大変お世話になりました。と頭を下げた。俺は研究開発室に戻ると部下たちに事情を説明。俺がクビになったこと、研究開発室自体がなくなることなどを話すと、部下たちからは、自分も辞めます。俺も辞めますと次々に声が上がった。やはり部下たちも社長親子に思うところはあったようだ。俺が身の回りのものを片付けていると人事部が俺を呼びに来た。米倉部長は俺のことをクビと言っていたが、部長にそんな権限はない。社長と副社長の話し合いで、俺は懲戒解雇ではなく会社都合の退職になった。10年も勤めたのにあっけない幕切れだ。俺はかねてから考えていた計画を実行に移すことにした。それは起業だ。ずっと自分で会社をやってみたいと思っていたのだ。そのために長年準備してきたし、弁護士さんとも相談していた。部下たちも俺の会社へ就職したいと言ってくれた。俺のエジソンというあだ名は名前をもじっただけじゃなく、もう一つの意味がある。俺は本当に発明家でもあるのだ。米倉部長も社長も副社長も売上1位の商品の特許権を俺が持っているとは知らないのだろう。だから俺に対してこんな扱いができるのだ。それから数ヶ月後のある日、俺のスマホに前の会社から何件もの着信があった。電話に出ると社長だ。枝島君、いや、エジソン室長、なんでこんなの送ってきたんだ。そもそも君が商品の特許を持っているなんて全然知らなかったんだ。社長から震える声で聞かれ、俺は、話してあるはずですけどね。それから使用を中止してほしいから送ったんですよ。と答えた。俺が書面で送ったのは、特許の使用中止を求める警告状だった。徹底的にやる。そう決めてから、俺は特許に詳しい弁護士に助言を求めた。特許権侵害の訴訟の話はよく聞くが、侵害していない相手への中止はどうすればいいかわからなかったからだ。特許権も権利の一種だ。権利者である俺が特許を使わせたくないのだから、何か方法があるはずだと考えた。俺は弁護士と相談して書面の作成を依頼。特許の使用の差し止めを求める警告状を社長宛に送ることにしたのだ。こんなことを言われても困る。とにかく話し合いがしたい。我が社に来てくれないか?いいでしょう。
じゃあそちらに向かいますから。こうして俺は3ヶ月ぶりに会社へとやってきた。会議室に通されると社長と副社長、それから米倉部長が待っていた。特許権っていうのは一体なんだ？なんでお前がそんなものを持っている？俺を見ると米倉部長が怒鳴る。送った書面に書いてある通りですよ。そちらで売上1位の商品の特許、俺が持っているんです。特許庁のデータベースを見ればわかりますよ。俺は淡々と説明した。子供の頃、俺はエジソンの電気が好きだったし、当然のように発明に興味を持った。でも、俺にエジソンほどの発明の才能がないと分かったのは、割と早い時期だった。歴史に名を残すレベルの発明王と比べるのは、そもそも間違っているが。それで俺は発想を変えた。もっと隙間を狙っていこうと。ちょうどその頃、アイデア商品の番組が流行っていて、正直、どれもこんなものが売れるのかな、というものばかりだった。特許も実際ピンキリで、地味なものはかなり地味だ。例えば、アイスクリーム用の溶けにくい袋の構造とか、一般人が思う発明や特許のイメージと、実際の特許とは大きなズレがあるものだ。いい意味で肩の力が抜けて気軽に発明できるようになった俺は、工業高校に通う傍ら、いろんなアイデアを出し、今思えばへんてこな発明をたくさん作った。せっかく作ったし、とりあえず特許を取っておこう。そう思って俺は作ったらどんどん特許を申請してきた。もちろん特許を取ったところで全然お金にならないものもあるし、今の売上1位の商品のようにまとまった特許料が入る発明もある。学生向けの発明大会で大賞を取って、俺は大手企業に就職できたが、大手では好きなように研究できないし、せっかく作っても権利はすべて企業に帰属してしまう。権利は自分のものにしておきたかった。だから俺は転職したのだ。特許料は特許庁に払うし、俺に利益が入るのも特許庁からですからね。俺や研究開発室の部下たちくらいしか詳しい資料を見ませんし、社長も副社長も特許データベースを調べなかったから本当にわからなかったんですね。俺が出していた使用書や資料を全然見ていなかったって分かって残念でしたよ。社長と副社長は真っ青な顔をしていた。エジソン室長、僕たちはあなたが権利を持っているなんて知らなかったんです。この商品が販売できないとうちは困ってしまう。副社長がすがってくる。ちなみに売上1位の商品は、各地のご当地アイスの製造工程と溶けにくくなる専用袋だ。製造過程と専用袋の構造を俺が特許で持っているから、俺が拒否すればもう作れなくなってしまう。頼む、許してくれ。そんなにすごい人物だと知らなかったんだ。君さえよかったら戻ってきてくれないか。社長も俺に頭を下げた。社長には確か10年前、面接の時に特許の扱いについて話したはずだが、すっかり忘れているらしい。今更ですね。戻りませんよ。もう起業しましたし。ああ、そういえば大手から引き抜いたエリートはどうしたんですか？もう会社で仕事をしています？俺が冷たく言うと、米倉部長が、彼は来月から入社予定だ、と答えた。俺はニヤッと笑って言ってやる。確か24歳ですよね。それがどうした？大学院の修士なら現役卒業でちょうど24歳じゃないですか。今8月でしょ？今年の4月に入社した新人ですよね。社会人経験ほとんどないんじゃないですか？
特に大手って研修期間をしっかり取りますから。え？米倉部長は今更のように驚いていた。やっぱり分かっていなかったのか。大学院卒の24歳といえば、今年入社した新人のはずなのだ。俺が米倉部長から引き抜いたって話を聞いたのは5月の終わりでしたよね。ってことはそのエリート君、4月に入社してすぐに転職活動したはずです。どのくらい会社のノウハウを学んだんでしょうね。俺と比べて我が社にどのくらい利益をもたらしてくれるでしょうか。俺が笑うと米倉部長は真っ青な顔をして黙ってしまった。社長も副社長も本気で分かってなかったのかもしれない。やはり我が社にはエジソン室長の力が必要だ。どうか特許を使用させてもらえないか。社長が俺に懇願する。さっきよりも真剣だ。俺はふといいことを思いついた。そうだ、副社長、ナポリタンアイスの話、社員全員にしてくださいよ。そうしたら俺考えますよ。何のことだ？米倉部長が聞いてきた。俺は会議室の扉をちらっと見る。ドアの真ん中のすりガラス越しに何人かの人影が見えた。多分好奇心旺盛な社員たちが聞き耳を立てているんだろう。ナポリタン味のアイスクリームの話ですよ。あれは俺たち研究開発室のアイデアじゃない。副社長のアイデアです。俺たちは最後まで反対したんですが、結局濡れ衣を着せられたんですよ。俺は大きな声で暴露しながら会議室の扉を開ける。何人かの社員が体勢を崩し倒れそうになった。はあ、なんだって？研究開発室の独断じゃなかったの？社員たちが驚いて口々につぶやく姿を見て俺はスッとする。副社長の手柄にするためって無理やり作らされた挙句、失敗した責任を取らされたんですよ。ですよね、社長。副社長、今からでも俺たちに謝ってください。ずっと言ってやりたかったことをやっと言えた。その後、俺は社長と副社長から大変申し訳ございませんでしたと土下座で謝罪してもらった。当時の研究開発室の全員に迷惑料を支払わせることを約束した。辞めてしまった研究開発室の部下にも、俺が二人の謝罪動画を送ってやったから少しは留飲を下げただろう。特許は結局使わせることにした。その方が特許料として俺にも金が入るからだ。ちなみに米倉部長が引き抜いてきた例の大学院卒のエリートはほとんど使えなかったらしい。プライドばかり高く、期待していた大企業のノウハウなど何も知らず、仕事も全然できなかったそうだ。辞めさせることもできず、どうしたもんかと頭を抱えているらしい。俺はといえば、ストレスもなく好きな発明もできるし、会社は順風満帆だ。最近、売上1位の特許の改良版ができた。とりあえず、あの会社のライバル社にでも売り込もうと思っている。何がちゃんと働いてるだよ。工場勤務って童貞変すぎ。俺の現状を知ったケンジは露骨に馬鹿にしてくる。中学の頃から変わっていない嫌な笑顔だ。続けてありえない要求をされ、俺は呆れから乾いた笑みを浮かべた。俺は勇気、41歳。妻と娘の3人暮らしで、俺は工業系の会社に勤めている。俺が中学1年生の頃、父が事故で亡くなり、俺は高校に行かずに働き始めようと決心した。母はお金の心配はしなくていいと俺を説得したが、うちは身近に頼れる人もいない。加えて父が亡くなったショックで母は塞ぎ込む日が増えていた。
そんな母の姿を見て、無理をさせたくないと思ったし、俺の後には弟と妹もいる。父が亡くなった以上、俺が家族を支えたいと思ったのだ。中学卒業と同時に、なんとか今の会社に入社し、精一杯頑張ってきた。弟も妹も無事に成人し、今では自立したいい大人だ。母や弟たちに感謝され、妻と娘にも恵まれて、中学の時の決断は間違っていなかったのだと確信している。兄さんが支えてくれたから今の俺たちがある。今後は俺たちが兄さんに恩返ししたいんだ、と、今では弟が奥さんと一緒に母と同居してくれていて、少し肩の荷が下りた気分だ。妹も結婚したが、実家の近くに暮らし、母を気にかけてくれている。そんなある日、俺の元に一通のハガキが送られてきた。中学の同窓会の誘いだ。俺は今まで同窓会に参加していなかった。というのも、中学時代に仲が良かった友人たちとは、卒業後も連絡を取り、個人的に交流を続けていたからだ。他の同級生に会いたい気持ちがないわけではなかったが、それ以上に会いたくない奴がいる。そういうわけで、今まで同窓会の誘いは断っていた。今回も不参加でいいかと考えていたのだが、今回の同窓会、俺らも行くけど、勇気はどうする？と友人から連絡が来たのだ。会いたくない奴はいるが、今回参加しているかどうかもわからない。そう思い、俺は参加に気持ちを切り替えたのだ。家族に行ってもいいか尋ねると、たまにはいいじゃない。楽しんできて。と妻は微笑み、パパがいないと広々するから、どうぞどうぞ。と、中学2年生の娘は憎まれ口を言う。最近思春期に入ってずっとこんな調子だ。パパがいると狭苦しいのか？わざと落ち込んだように言ってみると。もう、冗談に決まってるでしょ？うっさいな。気をつけて行ってきてよね。娘はぷいっと横を向いてスマホをいじり始める。俺は妻と顔を見合わせて苦笑した。同窓会の会場はとあるレストランだ。今日の同窓会のために貸し切り状態になっている。俺が顔を出すと早速友人たちの姿を見つけた。他にも中学時代の面影を残した面々が俺を見て近寄ってくる。何せ、俺は一度も同窓会に参加していなかったから驚いたのだろう。来たな、ゆうき！今日は楽しもう！やだ、ゆうきくん！全然変わってない！元気だった？口々にみんなが挨拶をしてくれて、俺はほんのり気持ちが温かくなる。そんな中、俺は遠目にある人物の姿を確認していた。ある人物とは、俺が同窓会で一番会いたくない奴で、ケンジという名前だ。ケンジは中学時代から頭が良く、スポーツもできたため、クラスの中心的存在だった。ケンジに関しては、ろくな思い出がない。高卒でさえやばいのに、中卒で働くとかやばすぎ。お前人生終わったな。父が、亡くなったばかりの俺にそう言えたのだから。こいつはこいつで相当やばいと思ったのを今でも覚えている。社会に出てもへこたれないように俺が鍛えてやるよ。ケンジはそう言って俺の机をチョークまみれにしたり、雨が降ってるにもかかわらず俺の教科書を外へ放り投げたりと散々な行為ばかりされた。しかも中学時代のケンジはみんなの人気者というイメージを壊さないよう、隠れて嫌がらせをしていたから立ちが悪い。ああ、やっぱりいるのか。中学卒業から顔を見ていなかったが、面影からすぐにケンジと分かった。ケンジも俺の視線に気がついたのか、取り巻きを引き連れて俺に歩み寄ってくる。
ブランドのスーツや革靴をビシッと決めた姿は、まさにエリートといった感じだ。もしかして勇気か？なんだよ。底辺生活がバレるのが恥ずかしくて、同窓会なんか一生来ないと思ってたぜ。白い歯を覗かせて、軽薄に笑うケンジに、俺は、久しぶり、とだけ返して笑う。意地悪な言い方しないであげてよ。ゆきくん、楽しんでね。取り巻きが茶化すように笑っていたが、言葉から俺に気を使ってくれるのが分かった。そうだ、せっかく来たんだから、何か飲めよ。ビールでいいか？今日はみんなで語り明かそうぜ。友人たちも察して、俺を引っ張っていってくれる。ケンジは、一瞬面白くなさそうな顔をしたが、取り巻きがチヤホヤするおかげですぐに機嫌を直していた。相変わらずだなぁと思いながら、俺は友人たちと乾杯する。大きな声で話しているので、嫌でもケンジの自慢話が聞こえてきた。どうやらケンジは一流大学を出て、今ではある会社の営業部で働いているのだとか。俺も知っている大きな会社名だ。そうそう、俺今度結婚するんだ。やっと俺と釣り合いが取れる女が見つかったんだよ。ちょっと顔は地味だけど、金持ちで学歴の高い女でさ。みんな結婚式に来てくれよな。今度の人事で部長になるのも決まってるし、盛大にやるからさ。ケンジの発言に対し、すごーい、さすがケンジだな。とサンジが飛ぶ。ケンジが聞こえよがしに大声で言う。ゆうき、同級生のよしみで、お前も呼んでやるよ。貧乏で惨めなお前だから、どうせ結婚もしてないんだろ？俺の結婚式で幸せな空気を味わってくれよな。どうせ余興をやれだとか、無理難題を強いられるに違いない。ああ、あいにくもう結婚して幸せな空気は経験済みだから大丈夫。しれっとビールを飲みながら返事をすると、ケンジは、は？と不機嫌そうに顔を歪めた。ああ、めんどくさいことになりそうだ。心の中で思っていると、ケンジは言った。は、なんだよ。お前結婚できたのかよ。物好きもいるもんだな。つーか、お前今何やってんの？どうせコンビニ店員とか、土方あたりの底辺の仕事だろ。ケンジは一流大学を卒業したそうだが、考えがあまりに短絡的で幼稚だ。中学時代にいじられた時も同じように思ったものだが、今も変わらないらしい。ケンジ、今の言葉本気か？コンビニ店員はいろんな業務を臨機応変に対応するすごい仕事だ。土木作業員だって、彼らが道路を整備、補修してくれるから、俺たちは安全に車を走らせられるんだ。底辺だとか馬鹿にしていいわけがないだろ。俺の発言に、周りから、うんうんと賛同する言葉が聞こえてくる。ケンジは気がついていないが、今日参加してくれた同級生の中には、コンビニでパートをして育児をする女性や、土木作業員として家族を養っている男性が実際にいたのだ。同級生との雑談の中で俺はそれを知っていた。うるせえな、いい子ぶってんなよ、中卒のくせに。ケンジの大声にさすがの取り巻きも後ずさる。さっきの質問だけど、俺は工業系の会社の工場でちゃんと働いているよ。俺が会社名を一緒に告げると、ケンジは吹き出して爆笑し始めた。嘘だろ？うちの取引先じゃん。何がちゃんと働いてるだよ。工場勤務って土底辺すぎ。道理でコンビニや土方をかばうわけだ。ケンジは露骨に俺を馬鹿にする。
中学の頃から変わっていない。嫌な笑顔だ。なんだよ、その目。俺の表情が気に入らないのか、ケンジは俺に歩み寄り、胸ぐらを乱暴につかむ。ちょっとケンジ君、飲みすぎよ、乱暴はやめて。見かねた誰かが声をかけたが、ケンジは聞く耳を持たない。お前さ、そんな態度でいいわけ？俺、取引の担当者なんだよね。俺のおかげで飯が食えるんだぞ。今すぐここで感謝の土下座しろよ。言いながら、ケンジは俺を乱暴に突き放す。俺は勢いよく床に投げ出され、テーブルの足に頭をぶつけた。鈍い音がして、少しして、額からツーッと何かが伝う。俺が恐る恐る手をやると、指がかすかに赤く汚れていた。同級生の中から悲鳴に近い声がして。ゆうきくん、大丈夫？ケンジくん、なんてことを！と、友人たちが数名俺に駆け寄る。騒ぎを聞きつけたスタッフがやってきて、ケンジに注意していたが、うるさい、貸し切りなんだ！部外者は引っ込んでろ！と、悪態をつき、さらに、手近にあった空のグラスを床に叩きつける。おい、ケンジ！いくらなんでももうやめろよ！取り巻きの一人が、ケンジを止めるが無意味だ。ケンジは、俺の額が切れているのに少し動揺したみたいだが、依然として腕を組み、俺を睨みつけていた。素直に謝るという頭はないようだ。ここまで来ると、呆れを通り越して、笑えてくるな。俺が、ふっと口元を緩めると、ケンジは苛立って、声を荒げた。お前、何笑ってんだよ！完全に、ケンジの取り巻きも、俺を心配する側になり、ケンジにとっては不利な状況になっている。それが分かっているのか、ケンジの声は若干上ずっていた。あ、少し切れただけだから、大丈夫。心配してくれる友人たちに声をかけ、俺は立ち上がる。そして、俺はケンジに向かって微笑んだ。じゃあ、商談は中止で、よろしく。俺の言葉に、ケンジだけでなく、周囲もあっけに取られてポカンとした。は？何の冗談？俺は確かに工場で勤務してるって言ったけどさ。ケンジの言葉を遮り、俺はハンカチを取り出して額を拭った。血の汚れ具合からして、やはり少し切れた程度で済んでいるようだ。しかし、ズキズキと痛むことから、後々腫れたりするかもしれない。役職までは行ってなかったよな。俺、今は大きな工場の工場長を任されてるんだ。それから、ケンジが勤める会社がうちの取引先って聞いて、俺もびっくりしたよ。自分が担当者だって言ったけど、嘘だよな。だって、本当の担当者は江ノ本って名前の人だから。俺がそこまで言った時、ケンジは、表情をこわばらせる。ケンジの発言を聞いてずっと疑問だった。俺はケンジの会社の取引担当者と面識があるのに、ケンジとは会ったことも名前を聞いたこともなかったからだ。だからこそ土下座しろの下りで嘘をついていると確信が持てたのだが、ケンジが固まっている間に俺は説明を続ける。今度の取引、結構大きな企画だからさ。うちの担当者と榎本さん、俺とで何回か打ち合わせをさせてもらってるよ。基本的に取引については営業部の人間がメインで関わるが、俺の元に相談が来る場合もある。営業職だけでは細かい部分はわからないため、製造物や
現場をよく知る工場長の意見も時には必要なのだ。よって契約に関わるある程度の発言権を持っている。なんでお前ごとき中卒が？中卒だからずっと昇進できないとでも思ってる？俺は入社してからずっと同じ会社で努力してきたんだ。成果も出して同僚や上司との信頼も築いた。それが結果として今の俺になったってだけだよ。俺をよく知る友人たちがそうだと声を上げた。俺は言葉を続ける。同級生ばかりでバレないと思って見栄を張ったんだろうけど、嘘は良くないよな。俺の怪我の件も含めてしっかり榎本さんに取引を中止したいって伝えさせてもらうから。俺の淡々とした口調にどんどん賢治は顔を赤くしていく。周囲から、え、嘘なの？とか、やばすぎ？と、ひそひそ声が聞こえて、恥ずかしくてたまらないのだろう。昔からケンジは、プライドが高いから、すぐに分かった。俺のおかげで飯が食えるか。よくそんな発言できたよな。俺が仮に取引先の人間じゃなくても大問題だよ。同窓会でかなり自慢話をしていたみたいだけど、それも嘘が混ざってるんじゃないか？何気なくした俺の発言に、ケンジは目を見開く。まさかの図星だったようだ。いいだろ、別に。普段こき使われて、こんな場所くらいじゃないと発散できないんだよ。ケンジにとって、見栄を張っているという指摘は地雷だったようで、逆上したケンジが次々と感情を吐き出していく。正直、ここまで自分から暴露するなんて思わなかったから、内容を聞いてかなり引いてしまった。少々尻滅裂だったが、要約するとこうだ。一流大卒で大きな会社に入社したはいいが、仕事でミスが多く怒られている毎日らしい。プライドばかり高くて謝罪もろくにできないから周囲に敬遠されているんだとか。それから自慢話の中で部長へ昇進が決まっていると語っていたが、実際部長はおろか未だに役職にもつけていないようだ。昨今では年功序列で昇進するというのが普通ではなくなっているケースも多いと聞く。ケンジの会社もそうなのだろう。しかも結婚相手というのも親戚に頼んでようやくお見合いをしただけで、まだ結婚の段階までは進んでいないらしい。このスーツも革靴も全部レンタルだよ、悪いか。中学、高校、大学とプライドが高いまま突き進んでしまったため、思い描いていた理想と現実の落差を直視できなくなったのだろう。そのための見栄なのだろうが、正当化する理由にはならない。まして、ケンジの見栄は自分を保つためだけではなく、実際に俺の心や体に傷をつけたのだから。レンタル自体は悪くないけど、お前の行動は大問題だよ。俺が言うと、やっと自分の行動に気がついたのか、ケンジははっとした顔になる。俺や周りがドン引きしているのを見て、ケンジの顔から血の気が引いていく。そりゃ言わなくていい話まで全部自分からしてしまったのだから、もう恥ずかしくてたまらないだろう。正直もう見ていられなかった。え、ちょっと、あれパトカーじゃない？重く気まずい空気が流れる中、誰かが声を上げた。みんなで窓の外を確認すると、レストランの駐車場にパトカーが駐車しようとしているのが見える。誰か通報したのかよ！パトカーが来る理由なんて一つしか思い浮かばない。当人も自覚があるのだろう。ケンジは慌てふためき、通報した犯人探しを始めている。私どもが通報いたしました。
奥から今日のために作業してくれていたシェフと従業員が数名姿を現した。暴行に器物破損ですから当然です。先ほど俺が突き飛ばされた時、ケンジに注意をしていた従業員が毅然とした態度で言い切る。直後、警官が店内に現れた。通報を受けましたが、こちらで間違いありませんか？シェフは間違いありませんと答え、ケンジを指さす。ケンジはヘナヘナと脱力し、がっくりとうなだれる。さっきも言ったけど。俺はケンジに歩み寄り、続けてこう言った。ちゃんと榎本さんには伝えるし、俺も社長に進言するよ。取引はやめておいた方が良さそうだってね。でも、進言するまでもないかもな。取引先の工場長に暴言を吐いただけじゃない。暴力まで振るって警察に連行されるんだから。ケンジがきっと俺を睨みつけたが、俺のすぐ後ろに警官が立っているのに気づき、ケンジはすぐに表情をこわばらせる。とにかく、お話を聞かせてもらいましょうか。そう告げる警官に、ケンジはうつむき。終わった。と力なくつぶやいた。その後、ケンジが会社を懲戒解雇になったと取引担当者の榎本さんから謝罪とともに教えられた。ケンジの愚かな行為によって契約がなくなったのだから、損失は計り知れない。警察に連行されたのも大きかったのだろう。見栄を張って職を失った結果、ご両親にもお見合い相手にも見放されたようだ。仕事も家族も失い、残ったのは会社と俺にそれぞれ請求された損害賠償と慰謝料のみ。ケンジは今絶望のどん底にいるに違いない。パパ、おでこ大丈夫？ふと気がつくと、娘が不安げな表情で俺を見ていた。同窓会に行く前は悪態をついていた娘だが、さすがに心配しているらしい。俺が大丈夫と笑うと、娘がちょこんと俺の隣に座って漫画を読み始める。俺が娘の年齢の頃、すでに俺は就職活動を始めていたのだが、娘には自由に夢を描き、道を進んでもらいたい。そして、どんな職業であれ、人を簡単に馬鹿にするような、ケンジのような人間にならないでほしいと、心から願っている。これからは俺が自由にできる。所長だからな。新たに社長に就任したのは、前社長の弟だ。これまでは、前社長や社員の前では猫をかぶっていたのである。だが社長になった途端に偉そうな態度を見せたのだ。そしてあろうことか大事な社員を切り捨て始めた。俺の名前は翼、38歳。地元の建設会社で事務をしている。この会社で働くようになってから10年経つ。そんなに経つのか、と俺は入社した当時を思い出していた。ここに来る前、都会の一般企業で事務をしていた俺。俺は高校生の時に事故に遭い、足が不自由になってしまった。そのため、大学を卒業後、障害者枠で事務の仕事に就いたのだ。会社近くの社宅に住めたので、通勤に困ることはなかった。順調な生活を送っていたある日、父が脳梗塞で倒れてしまった。左半身に麻痺が残り、言葉が不自由になってしまったのだ。俺は退職して実家に戻る決意をした。大した介護はできないが、父のそばにいたかったのだ。俺が事故に遭った時、父は根気強く励ましてくれた。俺は父に説得されて前に進めたのだ。とはいえ、地元は田舎なのでなかなか仕事がない。困っていると母が近所の建設会社社長を紹介してくれた。家族経営の小さな会社だ。
社長の奥さんが事務を担当していたが、目が悪くて仕事にならないと困っているらしい。いずれ事務全般を頼みたい。翼くんなら昔から知っているし信用できる。と社長が言ってくれた。会社は家の近所なので、社長とは小さい頃から顔見知りだった。こうして俺はこの会社で働くことになったのだ。昔から働いている人が多いため、俺が事故に遭った当時を知っている人もいる。翼、重い段ボールは持たなくていいぞ。そうだぞ、筋肉自慢の社長に持たせておけ。なんて会話が飛び交い、笑い声に包まれた。社長をはじめ、社員は優しい人ばかりである。家に帰ると、父の食事会場を手伝った。大変ではあるが、親孝行ができて嬉しい。そんな俺の平穏な毎日は、ある人物の登場で壊されることになる。それは、社長と10歳ほど年の離れた弟、高大さんだ。ある日、仕事が欲しいと突然やってきた。高大さんは、家業を手伝いたくないと言って、若い頃に家出したのだという。今まで何をしていたのかは不明だが、借金を抱えて困っているらしい。高大さんには奥さんと息子がいる。ダメな奴だが、弟の家族は俺の家族みたいなもんだ。見捨てたりはできない。そう言って、社長は高大さんを雇うと決めたのだ。社員は、初めこそ高大さんを疑っていた。借金を抱えて実家に戻るなんて、訳ありだと思ったからだ。だが、真面目に働く姿を見て、みんなが高大さんを信用し始めた。ただ、俺はどうしても高大さんを好きになれなかった。いいよな、足が悪いってだけで周りに優しくされて。こんな意地悪を誰もいない時に限って言ってくる。面倒だったので、いつも無視をしていた。おとなしく反抗しない奴だと調子に乗ったのだろうか。俺をストレスの吐け口にでもするつもりかもしれない。何度も絡まれて、さすがに腹が立った俺はこう言った。では、事故に遭ってみては?痛いし辛いだけですけれど。人の痛みがわからないなんて残念な人ですね。反論されると思っていなかったのか、高大さんはひるんだ。ジムのくせに生意気なんだよ。捨て台詞を吐いてどこかへ行ってしまった。高大さんは相手によって態度を変える人だ。社長に相談しようと思っていた矢先に社長が体調を崩して倒れてしまった。暑い中、取引先を回っていたからかもしれない。病院に搬送された時には意識不明状態で重度の熱中症と診断された。俺たち社員の祈りも虚しく、そのまま帰らぬ人になったのだ。何かあった時のためにと書き置きがあったんです。社長の奥さんが見つけた書き置きによると、何か起きた場合、後継者を高大さんにすると書いてあったようだ。社長夫妻には子供がいなかったので、高大さんが継ぐのも納得ではあるが、こうして新社長は高大さんに決まった。手続きなど複雑な書類が多く、俺は頭を悩ませる日々が続いた。ようやく落ち着き、高大さんが正式に社長に就任。前社長が守ってきた会社を大切にしていこうと、社員は一致団結していた。だがそんな思いを高大さんはあっけなく打ち砕いた。これからは俺の言うことに従ってもらう。まず社員数を減らして人件費削減だ。ある日の朝礼で突然リストラ宣言をしたのだ。何人もの社員が社長室に呼び出され自主退職を迫られたらしい。社長になった途端に態度を変えやがって。
老いぼれはやめろだとよ。ベテラン社員が憤りを見せていた。彼らが辞めてしまえば仕事が回らないのは目に見える。会社が立ち行かなくなると思い、俺は社長室へ向かった。ベテラン社員を解雇するなんてあんまりです。人件費削減をするというなら理由を教えてください。俺は仕事柄、社内のお金の動きは把握している。黒字経営とまではいかないが、大きな借金もない。何人もの社員を解雇する理由が見つからなかった。すると社長は衝撃的な発言をする。理由？そんなのあいつらが気に入らないからだよ。俺は社長の弟なんだぞ。それなのに寝踏みするような視線を向きやがって。入社当時、みんなが様子を伺っていたのを根に持っているのだろうか。子供みたいな言い分にあっけに取られてしまった。社長の好き嫌いで会社が潰れたらどうするんですか？それにみんなの人生も考えてくださいよ。そんなの知るか。今までは兄貴に金を借りてる手前、おとなしくしていたんだ。これからは俺が自由にできる。社長だからな。社長は高笑いをすると、社長室から出て行ってしまう。廊下で話を聞いていた社員は、騙されたと悔しそうにしていた。俺がもっと早く誰かに相談していれば。仕事帰り、俺は哲也に愚痴を吐いた。哲也は高校の同級生で近所に住んでいる。近くの居酒屋で偶然再会し、飲み仲間になっていた。都会で起業のノウハウを学んだ後に、地元へ戻ってきて会社を設立した哲也。地元が好きなので、地域を盛り上げたいのだという。会社の売り上げは順調で、人手不足だと言っている。後悔しても、亡くなった人は戻ってこないぞ。前から言ってるけど、うちの会社に入れよ。そうだな。考えてみる。今までも、一緒にやらないかと誘われていた。だが、職場が好きだったので、うなずくことはなかったが、今回ばかりは退職も頭に入れておこうと思った。今の社長にはついていけない。そして翌日、退職を決定づける出来事が起きる。出勤すると社長が俺のデスクに近づいてきた。昨日言い忘れたんだけど、息子が入社するから今日で辞めてくれ。息子はまだ18歳でな、若者がいるだけで会社が若返るんだわ。そう言うと、わははと笑った。俺を解雇させて、息子に事務をさせるつもりなのか。今日で辞めてしまえば、引き継ぎすらできない。社員の給料や勤怠管理、それに経理関係など、仕事量は膨大だ。それらをすべて未経験者に託すのは現実的ではない。私の代わりに息子さんを事務にする予定ですか？引き継ぎする時間が最低でも1ヶ月は必要です。息子さんに大きな負担がかかってもいいのでしょうか？俺は怒りを抑えて冷静に言った。社員たちは固唾を飲んで俺たちの会話を聞いている。辞めろと言われた時点で退職する決意はできた。だからといって全て放棄して辞めるのは無責任だと思った。社員が困るだけでなく、取引先との信用問題に関わる。俺はそう訴えたが、社長には響かない。息子は優秀でな、毎日パソコンを触っているから事務なんて余裕だ。マニュアルはあるんだろ？それだけ置いたらさっさと辞めたまえ。社長は俺を追い払うような仕草をする。これは立派な不当解雇だ。訴えたら完全に俺が勝つだろう。だが俺はもう社長に関わりたくなかった。わかりました。社長のお望み通り辞めます。随分と物分かりがいいな。足の悪い君が次にどこで働けるのか見物だよ。
社長は最後まで意地悪な発言をしていた。俺は淡々と退職準備を進める。すると数人の社員が退職したいと申し出てきた。中にはベテラン社員も混じっている。あんな社長について行っても未来がない。知人に仕事を紹介してもらったから転職するわ。そう言って、おのおのが退職願いを書くと、社長に退職願いを出しに行った。社長は引き止める素振りを一切せず、人件費が浮いた、安い労働者を雇える、と喜んでいたのだとか。安い労働者を雇ったところで、付け焼き刃の技術では、取引先からクレームが入るのがオチであろう。社長があんなに間抜けなんだもんな。退職して正解だ。社員たちは口々に言っている。今後も退職するものは増えるに違いない。手続きを終えた俺は徹夜に電話をした。事業を手伝いたい、と言うと喜んでくれたのだ。そして帰宅し、両親にも報告。今後の当てはあるのかと母が心配をするので、徹夜の話をした。父は不自由な言葉で、翼のやりたいことをしなさいと言ってくれる。後日、徹夜と会う約束を取り付けた。徹夜の会社も近所のため、通勤には困らない。新たな仕事を覚える必要があったが、今まで事務をやってきた経験があるので、難しいことはなかった。あっという間に仕事を覚え、徹夜にも驚かれる。翼ほどの人材を手放すなんて、もったいないな。徹夜の言葉は、元社長に対するものだろう。そういえば、元社長の息子は大丈夫なのだろうか。パソコンは使えると元社長は言っていたが、俺の作ったマニュアルは何十ページにも及ぶ。一人で理解するのは過酷だろう。そんな風に考えていると、数日後、元社長が俺の家まで来た。携帯に元社長から着信が入っていたのは気づいていたが、仕事中なので出なかった。着信があったことを忘れて家に帰ると、元社長が玄関前に立っている。母が家から顔を出し、困惑した表情で言った。ずいぶん前から翼を待っていたのよ。電話で知らせようかと思ったけど、お父さんの世話で忙しくて。夜は食事や入浴介助で忙しい時間だ。こんな時間にやってきたところでいい迷惑である。すまん、戻ってきてくれ。元社長は俺の顔を見るなり突然土下座を始めた。元社長の行動に母が息を呑む。俺は馬鹿らしくて大きなため息が出た。やめろとおっしゃったのは社長です。息子さんが事務を引き継いだのでは？俺の言葉に元社長は言いづらそうにうつむく。逃げたんだよ。え？何ですって？あまりにも小さい声なので聞き取れなかった。もう一度聞き返すと、今度は怒鳴り声を出したのだ。だから、逃げたって言っているだろ？息子はどこへ行ったのか見当もつかん。社長の怒鳴り声で、近所の人が顔を出してくる。落ち着いて話してほしいと諭したが、元社長の勢いは止まらない。学校の成績は優秀だったんだ。だからジムなんて簡単だと思ったのに。パソコンは動画を見るためだけで全然使っていなかったと言い出したんだ。俺の顔に泥を塗りやがって。こんな親なら逃げたくなるのもよくわかる。息子さんだって他にやりたいことがあったのかもしれない。息子さんと話し合ったんですか？あなたが無理やり就職させたのでは。図星だったのか、元社長は真っ赤になる。うるさい。いいから会社に戻れ。社員の給与支払いもままならないし、取引先からも苦情が出ているんだ。
さっきまで土下座していたくせに今度は命令か。もう辞めている身なので元社長の指図を聞く必要などない。では給料5倍払えますか。俺の質問に元社長はえっと間抜けな声を出す。そしてたかがジムにそんな大金出すわけないだろうがと言って笑い出したのだ。今働いている会社の社長はジムだからと見下したりしませんし、給料だって随分と高いんですよ。利益が出ているというのが大きいですが、近所にある介護付きの旅行会社、そこが俺の新しい職場です。介護付きの旅行会社と聞いた元社長はピンと来たようだ。この辺りに住む者なら誰もが知っている。徹夜が立ち上げた会社はこの数年で売り上げを伸ばしていた。高齢者や障害のある方の旅行をサポートする事業である。会社には看護師や介護福祉士、理学療法士が所属している。介護が必要な方とそのご家族が安心して旅行に行けるように万全な対策をとっているのだ。注目の若手企業と称して地元の情報番組に紹介された。メディアの力は大きく、テレビ放送後には予約の電話が殺到したらしい。用資格者や電話オペレーターを増やして対応した徹夜。社員が増えたため、事務の仕事も増える。もともとは徹夜の奥さんとアルバイトで事務をしていたのだが、手一杯になってしまった。さらに事務のアルバイトを雇ったため、それらを管理できる事務長を探していたようだ。家内は人の上に立つようなタイプではないからさ。翼なら経験豊富だし、信用できるからずっと引き抜きたかったんだよ。俺が全職場を辞めたと話した時、すぐにでも来てくれと言ってくれた。その時に提示された給料は前職よりはるかに多い。こんなにいいのか？と驚いて聞き返した。むしろ今までの給料が安すぎだろう。小さい会社とはいえ、事務を一人で担当していたんだろう。それなのに大卒の初任給並みじゃないか。俺は田舎の会社なんてこんなものかと、あまり給料にこだわっていなかった。実家に住んでいるし、妻や子がいるわけでもないからだ。介護費用は父の退職金で賄うこともできていた。ボーナスだって出たとしてもほんのお小遣い程度。徹夜から提示されたボーナス金額はそれこそ5倍以上の金額だった。というわけで今の会社の待遇がすごくいいんです。どうしても戻れと言うなら今までの5倍払ってください。俺の話を聞いていた元社長の肩が小刻みに震えている。ふざけるな。誰がお前なんかに大金出すか。これ以上ごねると言うなら、お前の会社に火をつけるぞ。元社長はとんでもない脅しをしてきた。興奮して周りが見えていないのだろう。うちの周りには近所の人が集まってきていた。あの人、すぐそこの建設会社の社長よね。放火するって言った？通報した方がいいかしら。ひそひそ声が聞こえて、ようやく我に返る。いや、これは。しどろもどろに言い訳しようとするが、元社長に向けられた視線は厳しい。ご近所の方に迷惑なので、帰ってもらえませんか？あと、即日解雇の場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。事務処理ができないから払わない、なんて言い訳は聞きませんので。解雇予告手当の金額は、原則として30日分の賃金だ。振込先がわからない、と元社長がわめくので、直接手渡しでもいいと答えた。これ以上しつこくするなら、不当解雇に関しても訴えます。それに先ほどの火をつけるという言葉は脅迫ですよね。
警察を呼びますよ。警察という言葉に震え上がる元社長。申し訳ございませんでした。再び土下座をすると逃げるようにして帰っていった。帰ったところで元社長と会社の行く末は想像できる。以前元同僚から連絡が来た際にほとんどの社員が辞めたと聞いた。残っているのは元社長がかき集めたアルバイトくらいらしい。ジムもいない、作業員もいないだなんて会社が成り立つはずがない。案の定しばらくして会社は倒産。解雇予告手当を持参した際にはげっそりとやつれていた。借金の支払いが苦しい上に家族にも見放されたのだという。息子は消息不明で奥さんには離婚を切り出された。助けてほしいと言われたが自業自得ですと返すととぼとぼと帰っていった。その後何度か借金取りが会社前にいるのを見かけたが元社長は出てこない。借金が返せずに夜逃げしたのではと噂されるようになったのだ。会社前にいた借金取りは闇金業者のような柄の悪い人たちだった。元社長が逃げ切るのは難しいかもしれない。俺はというと徹夜の許可をもらい両親を旅行に連れてきていた。社員割引だと言って破格の値段でサービスを受けられたのである。足の悪い俺が家族と旅行に行けるだなんて夢のようだ。ありがとうな翼。父は不自由な言葉でつぶやいた。俺は父のしわくちゃな手を優しく握ったのだ。ミスがある、やり直しだ。部長は俺が作った書類を目の前で破り捨てた。日常的に飛ぶ部長の罵詈雑言。俺は耐えられずに退職を選んだ。部長本人は早々に退職金をもらい、悠々自適な老後を送るという。パワハラ加害者がのうのうと生きているなんて許せない。だが部長を許せないのは俺だけではなかった。俺の名前はカズマ。営業について1年目だが、早速心が折れている。就職活動中、様々な企業が集まる説明会で出会ったのは松本営業部長。君はハキハキしているから営業に向いていると声をかけられた。営業部長から褒められたのが嬉しくて応募すると、トントン拍子に面接が進んでいく。そしてあっという間に採用されたのだ。しかしいざ働いてみると、長時間労働は当たり前のブラック企業だった。しかもパワハラが横行している。無能はやめてしまえ。松本部長は説明会では見せなかった厳しい表情で新入社員を罵倒するのだ。俺は理不尽が許せず口を出さずにいられない性格。今の発言はパワハラです。同期が追い詰められている場面を見てつい言ってしまった。この発言以降、俺が目をつけられるようになる。ちなみに俺がかばった同期はあの後辞めてしまった。お前もあいつのように首に追いやってやる。パワハラ宣言をした部長は連日罵倒してくる。仕事が終わらなければ休日出勤だ。一日100件は営業電話しろ。などと理不尽を言われるのは日常茶飯事。誰かに助けを求めようにも先輩も同期も見て見ぬふり。俺が部長の標的になっているうちは自分に被害は及ばない。巻き込まれたくないからとパワハラを黙認しているのだ。ここには俺を助けてくれる人など誰もいなかった。唯一の癒しは経理部に所属する女性社員のゆいだ。
部長に厳しく叱咤されている俺の姿を見たユイは心配してくれるようになった。俺に対する部長の口調があまりにもひどいからだ。社内で相談できる人がいなければ、老期に相談するのはどうかな。そんな風に助言をくれたり、励ましてくれたりする。だが、当時の俺は精神的に参っていた。老期に相談するだけの気力すらなかったのだ。ユイはその後も何かと気にかけてくれ、食事に行く仲に発展した。そして俺たちは会社には内緒で付き合うようになった。仕事が辛くてもユイがいるだけで会社に行く気力が湧いてくる。周囲にバレないように目くばせするのは楽しかった。だが部長の態度が変わったわけではない。恋人の支えがあったものの、俺の心は少しずつ病んでいった。ある日、書類作成でミスをした。明日の朝一で出せ、と定時間際に渡された仕事だ。必死で終わらせたが、帰りは終電だった。書類を確認した部長は、ミスがある、やり直しだ、と言って、俺の目の前で書類を破り捨てたのだった。さらに、こんな簡単な書類すら作れない出来損ないが、お前なんてクビだ、と部長からクビ宣告を受けたのだ。いつもの俺だったら、もう一度チャンスをくださいと頭を下げていただろう。だが、もう無理だった。体がもう限界だと言っているようだった。わかりました。やめます。俺の言葉に他の社員がざわつく。しかし部長はニヤニヤとして。職歴がないお前を雇ってくれる会社なんてないぞ。一生無職だろうな。と言った。一身上の都合という理由で自主退職したものの、首に追い込まれたようなものだ。悔しくて家に帰ってから大声で泣いた。離れて暮らす両親に仕事を辞めた経緯を話すと、部長に対して怒りをあらわにしていた。俺が仕事を紹介してやるから戻ってこい。父親は地元に戻って就職しろと言うのだ。俺は大学卒業後、就職のために都会に出てきていた。松本部長と出会った説明会も地方の大学生向けの説明会だったのだ。父親の申し出は嬉しいしありがたいが、こっちにはユイがいる。一人で答えを出せない俺はユイに相談することに。すると、家族のもとでゆっくりするのもいいんじゃない？遠距離でも会えないわけじゃないんだから。と言ってくれたので、俺は地元に戻る決心をした。父親に紹介された転職先の会社は、本社が都会にある。様々な事業を手掛けているため、比較的大手の会社だ。俺が勤めるのは小さな支社だが、頑張れば本社に移動できるかもしれない。ユイには、必ず本社に移動するから、と約束した。そして3年後、希望と働きぶりが認められて本社への移動が決まった。会社を紹介してくれた父親の顔に泥を塗るわけにはいかないと、人並み以上に努力した結果だろう。本社での仕事は順調だった。ノルマはそれなりに厳しいが、元職場のように怒鳴る上司はいない。こんな時、松本部長はどうしているだろう、とふと思い出す。ユイは元職場で変わらず働いていた。しかし俺を気遣ってか、部長の話題が上がることはなかった。部長は相変わらずなの？一緒に夕飯を食べている時、ユイに聞いてみたのだ。カズマが辞めた後は別の社員が標的になったわ。その子も辞めちゃったけど。若手いびりをしてストレス発散するような人なのよ。とため息をついて言うユイ。パワハラの事実を知ったユイは
上司である経理部長に相談したらしい。しかし、若手はそうやって強くなるもんだから、とごまかされたのだとか。揃いも揃ってパワハラを許容する会社に疑問を持ち始めたという。このままじゃダメだと思って上司に相談してみたけど、結果頼りにならないと分かったのだろう。ゆいはだったら自分で部長の弱点を見つけようと考え始めたらしい。社長にパワハラを報告したところで相手にもされないはずよ。だったら元凶である部長を追い出せばいいって思うようになったの。カズマが地元に帰ってからこの3年、部長の動きを注視したわ。私の恋人を首に追いやった人を許さないんだから。そう言ってニコリと笑うユイを見て、俺はこの人に逆らってはいけないと肝に銘じた。そしてユイは部長の弱点を見つけたのだ。それって？俺はユイの話を聞いて驚いた。もしも話が本当ならば、部長の鼻を明かすことができそうである。俺が退職してから3年間、どう部長を追い詰めようかと考えていたユイ。俺に相談しなかったのは、パワハラのトラウマを呼び起こしてしまうと思ったらしい。ユイの優しさに胸が温かくなる。まさかこの数日後に部長本人と再会するとは思いもしなかったが、本社のロビーで先輩と打ち合わせをしてると見覚えのある顔を見つけた。俺は先輩に一言断って見覚えのある男性に近づいていく。トラウマが思い出されるようで心臓がドキドキする。だが声をかけずにいられなかったのだ。松本部長ですよね。背後から声をかけ自分の名前を告げた。部長は俺を思い出したのかにやりと笑い、ああ、俺の指導に耐えきれず逃げ出した弱虫か。スーツなんか着て就職活動か。ここは君には不相応だぞ、と小馬鹿にしてきた。打ち合わせ中でした。部長こそ弊社に何かご用ですか。俺は部長の挑発に乗らず営業スマイルを見せていった。すると状況を察した部長は不服そうな表情をし、俺は商談で来たんだ。君の所属する事業ではないようだな。一緒に仕事ができなくて残念だよ、と心にもないことを言い出した。よく言うよ、と俺は苦笑いをしてしまう。昔の部下、しかも自分が嫌がらせをした相手だからなのか、部長は自慢げに自分の功績を話し出す。この商談が俺の最後の仕事だ。早期退職して老後を楽しむつもりだよ。退職金も随分と出るしな。何十年も同じ会社に勤めた甲斐があった。君のように会社を転々としている奴には関係ない話だな。挑発だと分かってはいたものの、俺はカッとなってしまう。部長から罵詈雑言を浴びせられて辛い思いをした当時、恋人にも心配をかけてしまい、情けないと自分を追い詰めた日もあった。だが、加害者である部長は反省など全くしていない。そう思うと、怒りがこみ上げて仕方なかった。こんな人のせいで、ゆいや両親に迷惑をかけただなんて自分が情けない。何十年と勤めたところ、お疲れさん。お前の退職金0円にするわ。俺は怒りに任せてそう言った。部長は、と聞き返し、何を言っているんだ。君が私の退職金をどうするって？それよりも、なんて口の聞き方をするんだ。上司と部下の関係ではないとはいえ、年長者に使う言葉じゃないだろ。この件は、君の上司に報告を。と、説教を始めたので、俺は部長の言葉を遮る。業務上横領が発覚すれば、退職金は出ないって知っているか？なんだと？
先ほどまでベラベラと喋っていた部長が止まった。出張費の水増し、法人カードで得たポイントの指摘利用、何十年も積み重なっていれば相当な金額だろうな。社長が知ったら退職金ゼロどころか、退職前に懲戒解雇もあり得るはずだ。俺が淡々と話すと、部長はみるみると青ざめていった。これらの話はすべてユイから聞いたもの。ここ数年の領収書、カードのポイント履歴、そして営業社員からの聞き込みなど、ユイはくまなく調べていた。例えば、新幹線のチケットを予約し、領収書を経理に提出。その後、予約をキャンセルして高速バスを利用するなどし、差額分を懐へ。こんなせこいやり口を何十年と続けていたようだ。同行する部下は、なぜ高速バスで移動なのかと疑問に思いながらも、部長が怖くて言い出せなかったらしい。また、本来なら法人カードのポイントは会社に属する。会社規定にも書かれているし、部長クラスなら知っていて当然だ。だが部長は、私的な食事や旅行に使っていたという。いつから横領をしていたかまでは分かっていないが、部長の表情を見た限り、相当前から行っていたと推定できる。すると部長は俺を引っ張り、ロビーの隅に連れて行く。いくら欲しいんだ？唐突に部長は財布を取り出した。まさかの行動に俺が驚いていると、部長は静かに続ける。君がなぜ知っているのかなんてどうでもいい。このことは内密にしろ。黙ってさえいれば金が手に入るんだ。いい取引だろ？そう言った部長は財布に入っていたお札を全てを俺のポケットにねじり込もうとした。いらない。それより今までの悪事を認めたらどうだ？俺が金を押し返して言うが部長には響いてない。もうすぐ退職金が入るというのに自白するバカがどこにいる？金が目的じゃなければ何のつもりだ？今日この場で部長に会ったのは完全に偶然だった。部長が俺を怒らせなければ横領の話などするつもりもなかった。だから何かの目的を持って近づいたのではない。だが部長の姿を見た瞬間、体が動いたのはこれを伝えたかったんだと思う。謝罪してくれ。俺はお前のパワハラで心を病んだ。だからここで誠心誠意謝罪をして、金輪際パワハラをしないと誓ってほしい。部長は元部下という隠した相手に頭を下げるのがよほど嫌なのだろう。しかし謝罪しなければ俺に横領を暴露されると考えたようだ。俺を睨みつけると拳をギュッと握る。そして姿勢を正して頭を直角に下げた。私の行いで不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。もう二度とパワハラと受け取られるような行為はいたしません。さすが営業部長というだけあって謝罪の姿勢は完璧だ。何十年と取引先に頭を下げてきたのだろうなぁとしみじみしてしまうほどの潔さである。しかし俺はこう言ってやった。横領の件とパワハラの件は無関係だ。今頃経理社員から社長に報告が入っている頃だろうな。なんだと？貴様騙したな。怒った部長は俺に詰め寄る。今にも殴りかかってきそうな勢いだ。その瞬間、部長の携帯が鳴り響いた。ペコペコとお辞儀する態度から相手は社長だと分かった。すぐに会社に戻れと言われたに違いない。長年バレなかったのに、なんで今更？部長は頭を抱える。優秀な経理の社員が執念で見つけたんだよ。すごいだろ。俺の恋人なんだけどな。俺がにっこり笑うと、部長は何か言いたげにしながらも走って出て行った。
俺は打ち合わせ途中で離席してしまったため、先輩に謝罪をし、事の顛末を話す。すると、パワハラの証拠があるなら、今からでも訴えてはどうかと助言をくれたのだ。証拠ならたくさんある。部長からの罵詈雑言が書かれたメールや、手帳に綴っていた日記だ。当時は気力がなくて何もできず泣き寝入りをしていたが、今だったら部長と戦える。俺はパワハラを訴えて慰謝料を請求すると決めたのだ。夕方、残業中のユイから電話が来た。ユイは横領を見つけた当事者として部長に話を聞く場に同席したらしい。最初、横領を完全否定していたの。自分に恨みを持つ元社員が恋人を利用してでっち上げたって。だけど証拠を突きつけたら社長に泣いて土下座してたわ。立場を利用し、長年会社を裏切っていた悪質な件だと社長は激怒。その場で解雇する意向で進めると部長に伝えたという。社内規定にも懲戒解雇の社員には退職金を支払わないと記載がある。部長は55歳という年齢で退職金も得られずに会社を追い出されるのだ。これから本格的な調査が始まると思うわ。ただ一つ気になることがあって、部長が私を睨みながら覚えてろって口を動かしていたの。自宅待機を命じられたから帰宅したとは思うんだけど。ユイのか細い声から部長の逆恨みを恐れている様子がわかる。俺は迎えに行くからと告げてダッシュで会社を出た。そして元職場に着くと敷地内でうろつく部長を発見。するとタイミング悪くユイが出てきたのだ。俺が来ると知って外で待とうと思ったのかもしれない。部長はユイを見つけると小走りで近づき、持っていたカバンを振り下ろした。あ！部長に襲われたユイが短い叫び声を上げる。いて！間一髪でユイと部長の間に滑り込んだ俺の頭にカバンが直撃した。俺を殴った部長は慌てて逃げようとする。誰か来てください！ユイが大声で助けを呼ぶと、近くを歩いていた男性二人が部長を取り押さえる。やめろ！俺を誰だと思っているんだ！部長が暴れるので、ユイは震える手で警察へ連絡をした。元職場の事務所は大通り沿いに立っているので、やじ馬が集まってきた。俺の人生はもう終わりだ！やじ馬に動画を撮られているのも気にせず、部長は叫ぶ。目には涙が浮かんでいるが、俺は同情なんてしない。不正を告発した社員を襲うだなんて、同情の余地もない。今回の件も、防犯カメラにバッチリと映っているはずだ。パワハラと合わせて、慰謝料を請求するからな。部長はうめき声を上げるとおとなしくなった。そして部長は警察へ連行され、俺とユイも状況説明をした。こうして長い一日が終わったのだ。その後の部長は、横領に加えて暴力沙汰を起こしたと懲戒解雇が決定。期待していた退職金はもちろんゼロ。退職金で孫の教育費を払うって約束していたんです。と社長に泣きついていたのをユイは聞いていたようだ。調査した結果、何十年と積み重なった金額は数百万円規模に及ぶ。退職金どころか、横領した全額を返さなければならない。俺が請求した慰謝料も振り込まれていたので、家計は火の車なはずだ。家族と揉めたのも間違いないだろう。奥さんから離婚を突きつけられている可能性も高い。すべてを失った部長がこれから惨めな人生を送るのは確かだ。ユイは部長との一件の後退職した。また襲われたら怖いのだという。無職になっちゃった。とユイは小さく笑う。
いいよ。これからは俺が守る。だから結婚しよう。そう言って俺は指輪を差し出した。ユイは泣きながら笑っている。俺はユイを守るためにも、より一層仕事に励むつもりだ。出張中に会社のクレジットカードを止めるなんて、どういうつもりだ。部長からレストランの支払いができないと怒りの電話がかかってきた。今回の出張は現地の下見だけだと上司から伺っていますが、レストランに行く必要はないですよね。私はとぼけたふりをしたが、すべて知っている。この後、部長がハワイで地獄を味わうということも。私の名前はあやみ。飲食店を何店舗も運営している会社で経理事務をしている。趣味は国内外を旅行することだ。職場には同じく旅行が趣味の同僚が多い。今日のランチタイムも旅行話で盛り上がっていた。久しぶりにハワイに行きたいな。でも物価が上がってるから資金貯めないと無理だよね。私がそう言うとみんなもため息をついた。私たちの間ではリゾート地が大人気で、中でもハワイは格別だ。しかし最近の物価高で気軽に行けなくなってしまった。今ハワイでパンケーキ食べようとしたら2500円くらいにはなるよね。コーヒーも一杯1000円くらいだって。誰かがそう言うと高いよーと声が上がる。ハワイは昔からアメリカ本土や他国に比べても物価が高い。特に最近は人件費や輸送費の高騰で物価が急激に上がっている。ほんの数年前と比べて旅行費用が2倍くらいかかるとニュースで見た。以前300ドルで泊まったことのあるホテルが600ドルになっていて驚いたものだ。私たちが盛り上がっていると営業部長がやってきて舌打ちをした。俺たち営業や店舗の人間のおかげで給料をもらえているくせに、たかが事務員が旅行だなんていい身分だな。部長の嫌味に私たちは黙るしかなかった。部長の前澤は事務員を見下し、たびたび嫌味を言ってくるのだ。事務員に対して厳しいが、店舗に配属される可愛い社員には甘くてデレデレなのがさらに腹が立つ。この日も私たちに嫌味を言ったかと思うと、若い社員の頭を撫でていた。その行動が気持ち悪すぎてゾッとする。今すぐにセクハラで訴えたい。部長って女好きだよね、と同僚が小声でつぶやく。確かに、とうなずきながら私は眉間にシワを寄せてしまう。部長には奥さんと3人の子供がいる。奥さんであるミキさんは気遣いができてすごく優しい。私がまだ入社したばかりの時、会社全体で懇親会があった。緊張していると声をかけてくれたのがミキさんだった。出身地が一緒だと分かり、すぐに意気投合し連絡先を交換したのだ。私も就職で田舎から出てきたからね。心細い気持ちはよくわかるの。何かあったら頼ってね。そう言われてすごく安心したのを覚えている。なんであんなに優しいミキさんの旦那が部長なんだろうか。そんなことを考えていると話題は部長の噂話になっていた。同僚が聞いた噂によると、部長が営業部の新入社員に手を出しているらしい。横田という名前の女性新入社員が飲み会で部長の愛人だと公言しているとか。部長はご飯もおごってくれるし、何でも買ってくれると自慢していたという。それがもし本当の話なら部長も横田も許せない。不倫で傷つくのは妻であるミキさんだ。噂話を聞いた後、私は同じ部署の新入社員に探りを入れてみた。新入社員の間では横田と部長の関係は周知の事実のようだ。見せてくれたのは横田の SNS。 ブランド物のバッグと一緒に顔を写したその写真には、明日からハワイ、マエさんに新作のバッグを買ってもらう、経費で何でも買ってくれるから財布持っていかない、
マエさんが仕事中はビーチで過ごそうかなー、などとふざけた文章が添えられていた。誰でも見ることができる SNS にそんなことを載せるなんて、横田の危機管理の甘さに怒りを通り越して呆れてしまった。俺くらいの立場になると会社のクレジットカードが自由に使えるんだよ。だから経費で何でも買ってあげる。部長にそう言われたと横田は新入社員の間で自慢しているらしい。はぁ？経費？私は思わず大きな声を上げてしまった。横田が明日からハワイに行くというのは部長の出張についていくという意味だろう。うちの会社は海外にも出店しているため、部長が一人で海外出張に行くことはよくある。だが新入社員と営業部長が二人きりで海外出張など聞いたことがない。明日の予定を確認すると、部長はハワイ出張となっているし、横田は数日間有給を取ることになっている。おそらく横田の旅費は部長が自腹で払い、自分の旅費は出張費用として計上。出張ついでに二人でハワイ旅行をするつもりなのだろう。新入社員と不倫という時点でもうアウトだが、会社のクレジットカードを私的利用しようとしていることも大問題だ。二人分の飲食代やお土産代が請求されたら、普通は会社にバレると考えるはずだが、あの横柄な部長のことだから、うまくごまかすつもりなのだろう。俺の手腕があるからこそ、会社がでかくなったんだ。領収書をなくしたくらい、目をつぶれよ。実際に部長は、これまでも何度か、領収書や明細書をなくしたことがあり、その度に経理の処理に時間がかかった。部長は自分の営業成績がいいことで天狗になっているところがある。ハワイでかかった費用も取引先との会食だとかなんとか言って、明細書や領収書をなくしたと申告するに違いない。彼のおかげで店舗数が拡大しているのだと社長が直々に褒めるくらいなので、我々経理としてはあまり強く言えないところがある。だが今回は部長に経費で買ってもらうと横田がはっきり SNS に載せている。証拠もあるので事前に対策ができるだろうと私は上司に報告することにした。営業部長の前澤さんが海外出張に新入社員を同伴させて経費で好きなものを買ってあげると言っているそうです。カードを止めることはできないんですか？横田の SNS を見せたことで、上司は私の言葉を信じてくれ、事実確認のためにと部長へ電話をしていた。だが部長は午後から早退しており、電話がつながらないようだ。それにしても、こんな時期に出張って何か変じゃないですか？不意に私は疑問に思った。現地の店舗って建設工事中ですよね？部長がわざわざ今下見に行く必要ないんじゃないですか？私が上司に聞くと、上司も変だと思ったのだろう。上司は念のためにと現地にいる社員に確認の電話をかけた。すると部長の出張の予定自体が入っていないと分かったのだ。部長のハワイ出張に横田が同行するのかと思っていたら、完全に私的旅行だった。会社のクレジットカードを私的利用なんて横領じゃないか。部長にはメールしておくから自分のクレジットカードを使ってもらおう。社長にも報告しなければ。と上司はブツブツつぶやいている。上司の言葉に小さくガッツポーズをした。これで部長を追い詰める。すぐにでもカードを止めてやろう。こうしてカードを止めるため、私がカード会社に電話することになった。部長が愛人と不倫旅行へ行くつもりだとミキさんに言った方がいいのだろうか。私は悩みながらもミキさんに電話をすることにした。今、夫の出張の準備中だよ。さっき帰ってきたんだけど、出張前で忙しいってまた出て行っちゃった。ミキさんの明るい声が聞こえたので、私は事実を伝えるか迷ってしまう。私がもごもごしていると、さらに明るい声でこう言われた。あやみちゃん、私なら大丈夫よ。全部知ってるの。それでね。あの優しいミキさんから、私はとんでもない作戦を聞かされることになるのだ。
翌日、焦った様子の部長から会社に電話がかかってきた。どういうことだ？会社のクレジットカードが使えないぞ。はい、上司の判断で前澤部長用のカードは止めました。メールでお伝えしているはずですが。私がしれっと答えると部長は電話口で怒鳴り始める。そんなメール、出張準備で忙しくて見ていない。出張中にカードを止めるなんてどういうつもりだ。お前の上司を出せ。そう言われたものの、上司は会議中、私しかこの場にいないと伝えるとさらに焦り出す。とにかく今すぐに利用停止を解除してくれ。会社のクレジットカードがあると思って自分のなんて持ってきてないんだ。じゃないとレストランの会計が。今回の出張は現地の下見だけだと上司から伺っていますが、レストランに行く必要はないですよね。すべて知っているが、私はとぼけたふりをして尋ねた。くそ。これ以上話しても無駄だと思ったのか、部長は電話を切ってしまう。現地での飲食代や横田へのお土産代を会社のクレジットカードに頼りきりだった部長は焦りを感じているようだった。経費で何でも買ってあげると言った手前、今さら買えないとは横田に言えないのかもしれない。するとミキさんから携帯にメールが入っていた。会社には連絡あった？こっちには電話来たよ。現金が入ってないって。そりゃそうだよね。入れてないし。ミキさんのメールにはにっこりマークの絵文字がついている。出張前、部長はミキさんに現金を多めに入れといてと頼んだらしい。個人のクレジットカードは持っていかない代わりに、念のためにと現金を多く持っていこうと考えたのだろう。紙幣いっぱい入れたんだけどね、おもちゃの8つとメールに書いてあるので笑ってしまった。ミキさんは本物の1万円札を3枚だけ残して、あとは子供が使うおもちゃの紙幣を20枚財布に入れといたのだ。日本なら3万は十分すぎるけど、物価高のハワイでは違う。ほとんど何もできないはずだ。財布を確認した部長は3万しか入っていないことに気づき、激怒してミキさんに電話してきたという。だから言ってやったよ。不倫ハワイ旅行3万で楽しんできてねって。そしたら無言になっちゃった。ミキさんからのメールを読んで、優しい人ほど怒らせたら怖いなぁと思ったものだ。その翌日、また部長から会社に電話がかかってきた。頼むから会社のクレジットカードの利用停止を解除してくれないか。取引先と急遽高級レストランで会食することになってね。部長の白々しい嘘につい笑ってしまう。あれ？そもそも現地の社員から部長が来る予定はないと聞いてますけど、取引先とどこで会っているんですか？電話口から聞こえる音楽、ハワイのショッピングモールでかかっている曲ですよね。高級レストランってショッピングモールに入ってるんですか？本当にショッピングモールの曲かどうかなんてわからない。ただ横田のことだから、ショッピングモールで新作のバッグをねだると予想した。いやそれは。部長は私の爆弾発言にあたふたとし始める。まさか私的旅行がバレているなんて夢にも思ってなかったのだろう。どうぞショッピング楽しんでくださいね。まあ使えるお金はないと思いますが。では、これ以上言い訳を聞くのも面倒で、私は電話を切った。その日の夜、ミキさんへ会うため家に行くと段ボールが積まれていた。部長がハワイから帰ってくる前に実家へ引っ越すという。昔から女癖が悪くて、ずっと別れるタイミングを探ってたの。今あの人がお気に入りの新入社員、おバカちゃんでしょ。浮気の証拠いっぱい残してくれるから、慰謝料も簡単に取れそうだし、今が別れるタイミングだなって思って。すでに浮気の証拠は集めており、弁護士に依頼中だとか。子供たちもほとんど家にいない父親を好いてはいないらしい。そういえば会社のクレジットカード使うつもりだったんだって？会社のお金を使うなんて横領じゃない？あの人小遣い制のくせに、なぜかいつも現金を多く持ってるのよ。会社の金庫からお金取ったりしてるのかしら？ミキさんが心配そうに言う。
ミキさんの言葉が気になった私は部長のカード履歴を調べることにした。そうして数日が過ぎ、部長がハワイから帰ってきた。家に帰ると妻も子供もおらず、離婚届が置いてあるので驚いたはずだ。後からミキさんから聞いた話だが、部長は泣きながら電話してきたらしい。カードも現金も使えず、物価高のハワイに閉じ込められたのは地獄だったようだ。なんせ使えるお金はたったの3万円。物価の高いハワイではレストランに行くだけで簡単にお金が飛んでいく。ただの出張ならそこまでお金はかからないはずなのに。横田は部長任せなので全くお金を持ってきていなかったのだ。当然美味しい食事やショッピングを楽しむ余裕なんてない。話が違うと横田は部長に激怒。連日カップラーメンやハンバーガーしか食べなかったという。部長の泣き言を聞いても当然ミキさんは同情なんてしない。今後のやりとりは弁護士を通してとだけ言って電話を切ったらしい。そして横田は SNS で部長批判の言葉を繰り返していた。だがこれからそんな余裕などなくなるだろう。ミキさんは横田にも慰謝料請求をするのだから。私はというと、部長のカード履歴を調べて上司に報告していた。調べた結果、驚きの事実が発覚したのだ。会社に出勤した部長は早速社長から呼び出しを受けていた。私と上司も経理担当として同席してほしいと言われたのだ。君の不適切な行動が全て明るみになったよ。営業成績が良かっただけに残念だ。はい、一体何のことでしょうか。社長が早速話を切り出すが、部長はしらばっくれるつもりだ。会社のクレジットカードを私的利用しているだけじゃなかったんですね。旅費交通費として会社のクレジットカードで購入した新幹線のチケットを金券ショップで現金化していたんですか。私の言葉に部長はさーっと青ざめた。過去を遡って徹底的にカード履歴を調べたところ、やたらと短いスパンで新幹線のチケットを購入していた時期を見つけた。部長のスケジュールを確認したが、そのあたりで出張が入っていた形跡はない。営業部の社員にも聞き込みをすると、新幹線で出張に行っているはずの日付に部署内の飲み会が入っていた日もあった。さらにある社員が近所の金券ショップで部長をよく見ると言っていたのだ。憶測ではあったが、部長の横領はほぼ確定だろう。私が調べたことをすべて話し終えた頃には部長は小さくなっていた。報告を受けて私も一緒に確認しましたが、調査通りでした。カード履歴を見たところ、私的利用が確認されます。これまで気がつかず申し訳ありません。私の上司が社長に頭を下げると、社長は部長を睨みつけていた。違うんです社長、お金はちゃんと返すつもりでした、と部長は小さな声で言い逃れをしようとしていたのだ。返すお金もないんじゃないですか。奥さんに慰謝料請求されてますし、養育費だって払うんですよね。私が離婚話を持ち出すと部長は怒り出した。なんでお前がそのことを知ってるんだ。ミキが言いふらしているのか。あいつめ、侮辱罪で訴えてやる。部長は怒鳴ったが、次の瞬間社長の怒りが爆発。お前がそんなことを言える立場か。社内のコンプライアンスを守らず新入社員に手を出した挙句横領罪だと。こんな社員会社に必要ない、クビだ。そんな。部長は社長の言葉に情けない声しか出ないようだった。営業成績がいいからって調子に乗った罰ですね。ご家族も離れたことですし、どうぞ一人でじっくり反省してください。私がそう言うと部長はがっくりとうなだれたのだ。部長は刑事告訴されることになったと上司から聞いた。前科持ちになれば今後まともな仕事に就けないことだろう。ミキさんに慰謝料請求された横田は社内で噂が回り、会社に居づらくなったからか退職した。 SNS にも批判が殺到していたので心を病んだかもしれない。部長も横田もその後どうなったのかは全く知らない。
ミキさんは慰謝料の一部から私にお礼金をくれた。お子さんもいて、これからお金がかかるだろうと断ったが、受け取ってほしいと強く言われたので受け取ることにした。会社のクレジットカードを止めて部長をハワイに閉じ込めたことがミキさんにとってスカッとする復讐になったようだ。今度は私とも旅行に行こうね。ミキさんに誘われたので私は大きくうなずいた。嫌味を言う部長はいなくなり、職場環境は快適だ。今日も私は同僚たちと旅行話で盛り上がるのだった。中卒の底辺ババアは不採用。時間の無駄だ。ぜひ2と頼まれたからスーパーの面接行ったのに、この対応だ。わかりました。あなたの元では絶対に働きません。だから、私はそう単価を切った。私は真由美、65歳だ。夫と成人した息子が3人いる普通の主婦で、私は一昨年、長年勤めた会社を退職した。60歳で定年なのにずっと引き止められ、ようやく会社を辞められた。しばらくは会社に行かなくていい暮らしが新鮮で、あちこち旅行へ行って、今までできなかった家事や掃除を丁寧にして満足していたのに、だんだん退屈になってきた。そんな時、知り合いのスーパーの社長が私の力が必要だと、電話をかけてきたのだ。会社員時代から面識のある社長だし、私は二つ返事で了承し、そのスーパーのパートの面接へと向かった。ところが、事態は思わぬ方向に進んでしまったのだ。指定された日時に面接予定のスーパーへ到着したところまではよかった。最初に私が声をかけたパートらしい女性が、面接？と小さくつぶやき、奥から呼ばれてきた男性が開口一番。パートの面接？聞いてないぞ。と言い出したあたりから少しずつおかしくなったのだ。ああ、とにかく座って。男性から事務室に通され、私はパイプ椅子に腰掛けた。男性はスーツにエプロンを重ねている。胸には、店長、吉田とネームプレートがついていた。なぜか一緒にいた女性もパイプ椅子を持ってきて店長の隣に座る。女性はネームプレートによると野村というらしい。社長から正社員は店長を含めて男性二人、事務員の女性が一人だと聞いていた。今、事務室にいるのは私と店長、それから野村の三人だ。野村は事務服ではなく普段着にスーパーのエプロン姿だからパートだろう。二人の様子からどうも面接の予定が伝わってないのだと分かったが、どうしたらいいのか分からない。私は心の中で考えた。電話を受けたのは確か一昨日、土曜日の夜だった。あの日、佐藤社長から電話がかかってきた。佐藤社長は市内を中心に10店舗を経営するスーパーの社長で、売り上げが低迷している店のテコ入れを頼まれたのだ。私は快諾し、佐藤社長と仕事内容について話し合った。そのスーパーは店長に問題があるらしく、売上低迷の原因は店長の経営戦略の失敗だという。問題の店長は従業員からも嫌われ、お客様からの評価も悪いそうなのだ。それでも佐藤社長としては、もう少し長い目で見て、立派な店長へと育ててやりたいそうだ。ただ、今度何か問題を起こしたら、降格処分も考えているという。一応面接の形は取るものの、私の採用は決定で、今日はその店長との顔合わせの予定だった。そういえば、佐藤社長も同席すると言っていたのに、まだ来ていない。もしかしたら、内部で連絡ミスがあったのかもしれない。野村さんなんか知っているか？いいえ、私も何も聞いていません。店長は私を無視して、女性に話しかけた。実は私。私が二人の会話に割り込むと、店長からじろっと睨まれた。
突然声をかけられ気分を害したようだ。あんた話しかけられるまで黙っていろよ。常識だろ。そんなこともわかんないの。いくつなんだよ。と言ってきた。私は乱暴な口調に驚き、迷ったものの、65歳です。と答えた。すると店長は渋い顔をして、ババアじゃねえか。とつぶやいたのだ。失礼な。むっとしたけど、私は言い返さなかった。年齢は変えようがないからだ。でも体は丈夫だし、一昨年まではフルタイムで働いていたのだ。パートの短時間勤務ならうまくこなせるはずだ。ここで私は、昨日何十年ぶりかに履歴書を書いたことを思い出した。履歴書を見てもらえば店長もきっと考えを変えるだろう。履歴書を持ってきたんですが、そう切り出したら店長は、履歴書なんて出さなくていいから、面接の予定は入ってない。というのだ。私は呆れてしまった。店長も、隣の野村も、本当に知らないのかもしれない。でもだからといって、他の社員に確認もせずに、面接の予定はないと言い切るのはどうかと思う。問題がある店だとは聞いていたけど、まさかこんな単純な面接の連絡さえ伝わっていないなんて想定外だ。どう説明しようと私が考え込んでいると、野村がニヤニヤしながら、おばあちゃん、もしかしてボケてるの?と言ってきた。はあ、そういうことなら納得だ。店長は野村の冗談に大笑いだ。本当に失礼な人たち。私は、でも、佐藤さんからお願いされてきたんです。と、このスーパーの社長の名前を出した。社長から直接頼まれたと分かれば、少しは態度を改めるだろうと思ったからだ。誰だよ、佐藤って。ところが、店長はそう言って、また笑ったのだ。パートの佐藤さんのことじゃないですか?この前辞めた人。野村が見当違いなことを言い、店長が、あいつの知り合いか。あいついろいろうるさかったからちょっと脅かしてやったんだ。その腹いせにこんな面倒を起こしたのか。と、同じく的外れな結論を出した。佐藤はよくある名字だから、違う佐藤さんと誤解しているのは分かった。でも店長がパートを脅して辞めさせたなんて、パワハラもいいところだ。それを自慢げに言う神経も理解できない。違いますよ。社長の佐藤さんです。問題は山積みだけど、まずこの場を乗り切ろう。そんな気持ちで、私は静かに訂正したが。はあ、あんたみたいなバーバーが社長と知り合いなわけないだろう。と、店長は全く信じてくれない。やっぱりボケてますよ。そうだな。さっさと追い返そう。野村もひそひそと店長に耳打ちし、店長が答えるのもバッチリ聞こえていた。店長は私に向き直り、念のため聞くけど、学歴は?と質問してきた。私は、中卒です。でも、これを見てください。と答え、履歴書を渡そうとする。学歴は中卒だけど、職歴を見て欲しかったのだ。ところが、店長は大きな声で、中卒?と言い、ゲラゲラ笑い出した。65歳で中卒なんて、とんだ底辺だな。野村もクスクスと笑っている。腹は立つけど、中卒なのは事実だし、当時、うちが貧しかったから、私は進学よりも就職を選んだのだ。でも真面目に働いて、自分にも世間にも恥じるようなことはしてこなかった。私は言い返さずに、代わりに、ぐっと胸を張る。店長と野村はまだ笑い合っているが、笑いたい人たちには勝手に笑わせておけばいい。店長は私に、
中卒の底辺ババアは不採用だ。時間の無駄だったな。と言ってきた。あなたは、履歴書も見ずに判断するんですか？私は、静かに店長に聞く。ああ、これ以上見る必要なんかないだろう。ぜひにと頼まれたから、スーパーの面接へ行ったのにこの対応だ。そうですか。わかりました。あなたの元では絶対に働きません。ええ。絶対にね。私はそう単価を切った。その時だった。おい、やめろ。この人は私が無理を言って面接に来てもらったんだ。事務室のドアが開き、真っ青な顔をした一人の男性が入ってきたのだ。え、社長？あら、佐藤さん。店長が驚いて叫び、私はほっとして声をかけた。ああ、真由美さん。私が遅くなったばかりに、本当にすまなかった。吉田君の今の言葉、しっかりと聞こえたよ。佐藤社長は室内に入ってくるなり、私に頭を下げて謝罪してきて、店長は弾かれたように私を見た。本当に社長と知り合いなのか？さっきからそう言ってましたよ。野村がそそくさと、あ、仕事に戻りますと言って出て行き、事務室には私と佐藤社長、店長の三人が残った。佐藤社長は店長を睨みつける。吉田君は面接相手に毎回こんなひどい態度を取るのか？ああ、いえ、そんなことは。たまたま今回は、面接じゃなくて辞めさせたパートの嫌がらせだと思っていたので。佐藤社長から問い詰められ、店長はしどろもどろになっている。あゆみさんはな、私が無理を言って来てもらった秘密兵器だ。真由美さんの採用の件は、秘書にメールを送らせたが、吉田くんから返信がないから、私からも電話したんだ。メールも伝言も確認していないのか？え？店長が慌てて、スマホをポケットから取り出す。店のパソコンと電話だ。佐藤社長の一括に、店長は何かピンときたようだ。ああ、昨日はジムの女が朝から休んだんですよ。子供が熱を出したとかで、今日もまだ休んでいるんで、どっちの確認もできなかったんです。自分は悪くないと言いたげな店長の表情に、私も佐藤社長も、正気かとあっけに取られた。休みと分かっていながら、なんで君が確認しなかったのかね。だって、俺の仕事じゃないですから。店長なんだから。君の責任で君の仕事だよ。はあ。店長は、腑に落ちていないような顔をしていたが、さすがに言い返さなかった。とにかく、私は、昨日の朝には、面接の予定と、私も同席することを留守電に入れておいたんだ。で、今日は別の会議で少し遅れると連絡を入れてある。あ、すみません。確認していませんでした。店長は小さく謝ったが、すぐに反論した。でも何も聞いていなければ、こんな中卒のバーバーなんて、不採用にするのは当然でしょう。またしても店長は言い訳をする。佐藤社長は大きくため息をついた。吉田君、学歴が全てではないぞ。その様子だと履歴書を見てないな。職歴を見れば彼女の凄さが分かったのに、残念だよ。ありがとうございます。私が答えると佐藤社長は私に軽く頭を下げた。佐藤社長は店長に向かって。面接の話は、ちゃんと君が電話を確認していれば分かったことだ。ああ、そうそう。この前の店長会議の時の宿題を覚えているか？
なんでこの店の売り上げが下がっているのか、答えは出たのか?と質問した。この話は、私も佐藤社長から電話をもらった時に聞いていた。売上低迷は、店長が適切な経営戦略を取れず、自分勝手に暴走しているそうだとも知らされている。それは、わからないですけど。人件費を減らすために、従業員を減らし、コスト削減に成功しました。従業員を減らすのは根本的な解決にはならない。その場しのぎの一番の悪手なんだ。店長の言葉に佐藤社長はため息をついた。その通りだ。私もこれはダメだと納得してしまう。残った従業員に負担が増え、ミスが増えたり、仕事の意欲が低下したり、悪循環にしかならない。佐藤社長は続けた。売上が落ちた原因なんて、みんなとっくにわかっている。吉田くんが自分で答えを出すのを待っていたんだ。真由美さんもわかるよな。突然話を振られ、私はうなずく。面接に向かう道中、私はこのスーパーの立地をよく観察してきた。売上が落ちている原因は、客層の変化ですよね。私が答えると、佐藤社長は満足そうに笑った。ああ、その通りだ。30年前、このスーパーをここに建てた時は子育て世代も多く、新しい住宅地も次々にできていた。だから、安くて量があるファミリー向け商品がよく売れた。ところが、今はどうだ?子供たちが成長し、巣立っていき、大人ばかりの家が多くなったから、大容量の商品よりも少量のもの、和食の惣菜が売り上げを伸ばしてきているだろう。今までと同じものを同じように売ってはダメなんだ。お客様の生活を一番に考え、必要なもの、欲しいものを提供するのは経営の基本だ。月日が経てば、そこに住む家族の年齢や生活スタイルも変化していく。それに合わせて、スーパーだって商品を変えなければいけないのだ。スーパーの業界では、正直こんなのは常識なのに、店長はそうではなかったらしい。社長、ひどいじゃないですか。答えを知っているなら、なんでもっと早く教えてくれないんです?文句を言って、佐藤社長の怒りを煽った。とっくに教えてある。君が研修内容を忘れたんだ。店長はしばらく黙り込み、話題を変えるつもりなのか。でも、その話とこの中卒のババアは何の関係があるんです?と聞いてきた。この人はな、凄腕の調理師なんだよ。惣菜部門の救世主だ。惣菜が美味しいことで有名な大手チェーンを覚えているだろう。あそこの本部で惣菜のレシピ開発をしていたんだ。昔の話ですよ。私は佐藤社長からベタ褒めされ、恥ずかしくなって謙遜する。私は現場からの叩き上げで、最初はスーパーの系列店の調理補助として就職した。働いているうちに、惣菜作りの面白さに目覚め、いろいろ企画したり、レシピ開発をしたりしているうちに大出世し、最終的には本部の惣菜部門の総括までなったのだ。あんな大手の?それだけじゃないぞ。各店舗の客層や好みを把握するために、試食販売員もしていてな。彼女が売り場に立って売れ残ったものはないという伝説の人物なんだよ。褒めすぎですよ。学歴に関係なく実力で評価してくれた前の会社には感謝しかないし、努力で勝ち取った私の職歴は何者にも代え難い宝物だった。だから履歴書を見せたかったのに本当に残念だ。私が褒められるのが面白くなかったようで、店長がまた口を出してきた。たかが惣菜、誰が作っても同じじゃないんですか?
君は研修で何を聞いていたんだ。そんなわけないだろ。はあ、料理しないんで、さっぱりなんですよね。佐藤社長がすぐに叱ってくれたものの、店長には響いていないようだ。私は自分の専門分野をバカにされ、カチンときた。買ってくれる相手がいるんです。たかが惣菜なんてバカにしてはいけません。惣菜を買う客層や好みを分析して、胃袋をがっちりつかめば安定した売り上げにつながるんですよ。惣菜の販売には、店舗経営のヒントや重要な情報が詰まっているんですから。私の言葉に店長が呆然とつぶやく。でも誰もそんなこと教えてくれなかったし。佐藤社長がすかさず、店長研修でも店長会議でも地域の分析は必須だと私は口を酸っぱくして教えてきたつもりだが、それから他の事務員から店長にアドバイスしても絶対に聞いてくれなかったと報告を受けているぞ。嫌ならやめろと脅したともな。と店長の言葉を否定した。だって店長である俺の判断にたかが従業員がケチをつけるから。さっきと言っていることが真逆ですよ。思わず私も突っ込む。店長さんの根本的な問題は学ぼう、調べようとしない姿勢です。それから、自分は悪くない。失敗したら他人のせいなんて、自分の非を認められないところです。私の面接一つを取っても、メールなり留守電なり確認できましたよね。俺は野村さんに聞いたぞ。店長はすぐに反論したが、そういうことではない。佐藤社長が呆れて、吉田君、パートさんに聞いたところで採用情報なんて知るわけがないだろ、と言った。私は、こほんと咳払いをして話を続ける。それと、今までも不採用にした人を馬鹿にしてきたんですか？別にうちの店で働かないんだし、何が悪いんだ？仕事の面接に来る人は、このスーパーに通える範囲に住む人だってことですよ。そんな人に悪態をつけば、周りの主婦たちにも悪評が広まるって想像できませんか？売上低迷の原因はあなたにあるんですよ。ここまで丁寧に教えてやると、店長はようやく自分の過ちに少しは気づいたようだ。吉田君、君には失望したよ。君と真由美さんの会話は私も聞いている。私は経営者として、真由美さんの方が会社に必要な人間だと自信を持って言える。君には店長を辞めてもらうからな。佐藤社長の言葉がとどめになって、店長は真っ青になって座り込んだ。降格なんてそんな。と、しばらくブツブツつぶやいた後、何に謝っているのかわからないが、店長は小さく、申し訳ありませんと謝罪した。その後、佐藤社長は本部からテコ入れが必要だと判断し、数名の優秀な社員が派遣され、同時に今までの内部調査が行われた。その結果、店長の吉田の無能ぶり、パートやアルバイトへの日常的なパワハラ、さらに商品の無断持ち帰り、ご発注各種など次々と問題が発覚した。吉田は懲戒解雇になる前に辞めると自主退職してしまったので、その後はどうなったのかわからない。店長と一緒になって私をバカにしたパート女性野村も店長と男女関係があり、店長の悪事に加担していたようで、いつの間にか辞めさせられていた。私は当初の予定通りパートとして働き始め、毎日楽しく惣菜を作っている。自分の予想が当たり、惣菜の売り上げが伸びるととても嬉しい。